マーベル VS ストリートファイターということで、セガサタン版1998年10月22日発売、プレイステーション版1999年2月25日発売。今回はこちらのソフトを比較します。まずはオープニング見ていきましょう。オープニング画面にね、違いがあるのかないのか、どっちなんだいということで、オープニングいきましょう。処理速度の方はね、また後から比較するので、あ、結構違うな、違いがある。 EX ということでね、オープニング見ていきましょう。あ、全然違うな、すげえな。ちょっとプレイステーションの方簡略化されてますね。途中でこの戦闘シーンが入るのがなくなってる。わあ、本当だ、全然オープニング違いました。マーベルスーパーヒーローズ VS ストリートファイター、セガサターン版とプレイステーション版の違いはあるのか。セガサターン版マーベル VS ストリートファイター1998年10月22日発売、拡張ラム4メガ専用ソフトとして発売されました。移植度はね、かなり高く、アーケード版と比べても遜色のない出来になっております。かなり移植度が高いですよね。こうやって今これがセガサタン版なんですが、すごく処理落ちもなくね、すごく快適にプレイできます。アーケード、ほぼアーケード移植と言ってもいいかな、結構すごいいいです。プレイステーション版マーベル VS ストリートファイター1999年2月25日発売、セガサタン版の発売から約、ね、4ヶ月後に販売されました。プレス版のハードの性能のため、前作もそうなんですが、タック制でなくラウンド制になっており、別ゲーとなっていることで有名なプレステの VS シリーズ。その代わりといってはあれだが、結構ね、いろいろとね、追加要素もあります。やっぱりね、画面こうやって見てもらってそうなんですが、やっぱりちょっと劣化はしてますよね、いろいろと。しかもロードが長いです。それでは引き続き処理速度、こちらの方を比較していきましょう。まずは起動スピード、オープニングまでね、どっちが早くいくか見ていきましょう。拡張カートリッジなんで、一応こう読み込む時間とかもあるはずです。さあ、そこら辺がどう出るか。あ、でも根本的な問題でセガサタンが今早いな。はい、まだ来ました。セガサタン版の方が早いのか。もうだって今ねプレイステーションカプコン来ましたもん。あ、でも一生懸命今セガサタン読み込んでおります。じ、あ、消えた。セガサタン版の方が早そうですね、これは。はい、 40.40 秒、40秒かかりました。でもで、プレイステーション、こっから早いか、プレイステーション。さあ、どんだけ差が出る。いやいや、もうね、いろいろ出てきて、あれ、オープニング終わる前に来ました。プレイステーション 57.96 秒、約58秒ですね、ほぼ。で、その差はマイナス 17.56 秒、結構差が出ました。セガサタンの方が早かったです。戦闘までの処理速度、こちらも見ていきましょう。さあ、ここでね、画面が切り替わってからカウンタースタートします。さあ、あ、選択した時か。さあ、行きましょう。で、ここでね、ロードになるんですよね。はい、プレイステーションロード入りました。セガサタン版早い、ほぼロードなし、ファイトということで 13.95 秒、14秒ですね。さあ、プレイステーション版やっときた。はい、23.03 秒、その差は 9.08 秒、9秒差ですね。結構この9秒差が、結構プレイしてるね時にはね、結構苦痛なんですよね。23秒か。それではコンティニューからの復帰、そちらも見ていきましょう。画面が切り替わってからカウンタースタートします。ほぼロードなし、さすがセガサターン版で。プレイステーション1回目のロードが長い。あ、やっと来た。これはもうなんか先が思いやられますね、プレイステーション。ダン、あ、来た、コンティニュー。あ、でももう今キャラクター選んでおります、プレイステーション版。はい、来ましたよ。あ、ここでロードは入らなかった。さあ、行くぞーらーということで、セガサタン版来ました。 37.78 秒、
いやー、ここで2回目のロード入ります、プレイステーション。さあこの差がどこまで出るか。お、50秒の大台いった。1分いかねえよな、さすがに。はい、 55.55 秒、5が揃った。ということでセガサタンとの差は 17.77、 ほぼ18秒ですね。結構差が出ました。やはりあの2回ロードしたのがあれなのかな。さあ次の戦闘までの速度、処理速度、そちらも見ていきましょう。次の戦闘までね、画面がここも切り替わったらカウンタースタートします。まずはプレイステーション1回目のロード。いい味出してるぜアンター。さあここで画面切り替わってステージ2始まります。ここでやっとね、俺より強いやつに会いに行くということで、ここでやっとです。その間ね、もうセガサタン版は次の戦闘始まりました。 21.55 秒です。21秒ですね、21秒22秒、そんなもんですかね。さあプレイステーション来るか。倍はかからないだろう、さすがに。倍はハウスマンなんだそれ、大和ハウスマンだよね。ということでさあ行きましょう。はい、 42.60 秒、その差はマイナスほぼ倍じゃん。 21.05 秒、ほぼ倍かかりました。それでは画面の比較いきましょう。メニュータイトル、メニュー数も全然違いますね。さあここでどうなる。ここもね、そんなに違いはないですね。キャラクター選択画面は違いありません。ちょっと発色の違いぐらいですかね。さあ行きましょう。まずは木のステージ、波動拳。結構ねモーションがやっぱりねプレイステーション削られてるんですよね。あの技によってはすごく違和感がある技もあります。さあそしてラスボス行きましょう。アポカリス、でかいんだこれが。でプレイステーションあの最初からケーブルがこうついてるんですよね。いやセガサタン版ケーブルなし。あ、ケーブルついてる、ついてる、途中でつくんですよね。プレイステ版の方はもう鼻からあのケーブルみたいなのがついてるんですね。はい、波動拳、波動拳、波動拳で遠くからピチピチいきましょう。さあプレイステーション版、いやん、いやん、こうやって見るとやっぱりね結構こうアニメーションが少ない時もある。さあ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 、お手手に、お手手に真空波動拳。はい、勝利。溶け方も一緒、いや一緒か、いや、ん、あ、一緒か。それではラスボス、メガ号機。結構ね、号機がね、プレイステーション、処理落ちするんですよね。まずは、セガサタン版。号機、恐ろしい。メカ号機、異常。でかい。そして、弾がでかい。なんでまた、号機は、メカにしようと思ったんでしょうかね。で、こちら、プレイステーション版。いや。痛い。燃える、燃える。こんな感じでプレイステーション版、こんな感じでございます。はい、同時比較いきましょう。いやー、やっぱ発色やばいなプレイステーションで。こうやって見るとあれですね、セガサターンの方が細かいような気がする。やっぱりいろいろと、あー、うん、書き込みがやっぱりセガサターンの方があれですね。ということでエンディングです。今回はセガサターン版とねプレイステーション版のマーベルスーパーヒーローズ VS ストリートファイター、こちらの方を比較しました。やはりねアーケードに近いのは断然セガサターンですね。やはりこのプレステの VS シリーズですが、結構ねやっぱりこう残念ながら別ゲーとなっております。今回もねもうタック制でなしにラウンド制になったりね、やはり別ゲーです。ということで今回の動画はここまで。また次回ね、いろいろな動画を作っていくので、そちらの方もよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。皆さんはね、もう少しね、エンディングお楽しみください。それではまた次回会いましょう。それでは、バイチャン。